はい、皆さんこんにちは、山のまこちゃんです。本日は雪山登山で使うときに一脚として使えるストックを紹介したいと思います。普段ね、動画を撮影するので、いろんなものを試してですね、特にいいなと思った商品を3つ紹介したいと思います。で、今並んでるこの3つなんですけれども、まず1つ目、こちら一番高いんですけど、リキのフォトシステムという商品ですね。で、こちらがモンベルのトレッキングフォトポール、トレッキングフォトポールという商品で、この3つ目、こちらはキャンウェイの一脚にも使えるストックですね。これは2本セットです。さっき紹介したのは1本ずつなんですけども、これだけは2本セットですね。で、まず、一脚として使う部分について紹介したいと思います。一番今いいと思っているのは、一番やっぱり高いレキナフォトシステムなんですけど、こちらの一脚にする部分はここをクッと上げてカチンと回してあげるとこういう風に出ます。でもって、モンベルのトレッキングフォトポールはここを回すだけです。で、こちらの商品はこうやってカパンと開けてやればここが開きます。一脚の性能の良さで言うと、ちょっとこちらの商品はあんまり向いてなくてですね、何が向いてないかというと、これはスマートフォン使うときにつける雲台と、あとスマホのホルダーですね。これここにこんな感じでくるくる回していきます。で、回していくんですけど、これ回すだけだとちゃんと固定ができないんですよ。こんな感じでね。だからここ押さえて、ここを回していく必要があるんですよね。で、これ雪山登山で使う時に、素手っていうのはあんまりないので、どうしても固定しようと思ったら素手にならなきゃいけないんですよ。手袋したままできないんですよね。それがちょっと一脚として致命的なところがあります。で、しかもこれ今素手で回したんですけど、結構ゆるゆるなんですよ。だから頂上で写真撮る時にはいいんですけど、歩きながらとか滑りながら自分を撮ったりするっていう用途には、全然向いていないんですよね。で、このモンベルのトレッキングフォトポール、これは簡単で、こうやってくるくる回していくだけです。これは手袋をしながらでも非常にやりやすいです。これでガッチリ固定できるので、激しく動く場面でも、歩きながらでも滑りながらでも、自分の状態を取ることができます。で、ただし、このモンベルのトレッキングフォトポールって実は5本目ぐらいなんですよ。なんで5本も買っているかというと、ここの部分が非常に折れやすいんですよ。ここがね、丸ごとポキンと折れてしまったのがね、3回ぐらいあるんですよね。だからすっごい弱いなと思ってます。で、おまけにこのワッシャーがですね、これがちょっと動いていると緩んできて、ついつい一緒になくしてしまうことがあるんですよね。で、後ほどお話しするんですけど、このシャフト自体の強度の問題もありまして、ジェラルミンの素材を使っているみたいなんですけど、結構一番上の部分がですね、がっつり曲がったりとかっていうのも2回ぐらい経験してます。で、あとこれ、注意点として、このキャップがですね、なくしやすいんですよ。慎重にやれば大丈夫なんですけど、ついついこう回すときにくるくるくるってやって、スポンと勢いつけるとそのままヒュンって飛んじゃうことがあるんですよね。先日も2ペースを津山行った時にそれをやってしまいまして、勢いつけてヒュンとこれが消えてしまって、雪の中なのでもう探すことができなかったです。はい。で、こちらのレキの商品なんですけど、これは固定するときはこんな感じでいけます。
この今みたいな感じでもだいぶ強く、まあ、固定することができて、でさらにここでクッと、もう完全に閉まったのでほとんど閉まらないんですけど、こう押さえながらいったらさらに強く固定できますね。でここ回す部分結構大きいので、これは手袋しながらでも比較的容易に使えます。このキャップがですね、まずなくさないと思うんですよ。なぜかというと、これって一回ここのボタンを押してクッと回して取るので、まあ勢いがついてしまってポンと飛んでしまうっていうことがないと思うんですよ、モンベルノに比べて。まあ落としちゃったらまあしょうがないんですけど、まあ落としたとしてもこのモンベルノのやつに比べたら少し大きいので、まあ雪の中に落としたとしても見つけやすいかなと思います。ちなみにスマートフォンはですね、挟むとき雪山だと、あの100円で売ってるやつだと落としちゃう可能性があるので、こうやってネジで締めるタイプのものを使っています。これでがっつり固定して落とさないようにしていますね。ちなみに GoPro 使うときもこういったマウントですね、穴がついている、ネジ穴がついているマウントを使ってこんな感じで固定します。でこちらの GoPro Hero 6なんですけど、こういうタイプのマウントっていうか、マウン、なんていうんだろうな、これをつけておいてカチンとこういう風に撮影していますね。ヘルメットにつけたりとかもするので、こうやって撮ったらそのまんま、あとはこちらのクリップ式のもあるので、こちらのクリップ式のにすぐカチャンと入れてまた違う角度から撮影したり、これはヘルメットなんですけど、普段滑るときはこのヘルメットについてるところにこうやってカチンと固定して、まあ、撮影しています。ちょっと話それちゃったんですけど、次は、ロックのシステムについて比較します。このレキのフォトシステムが一番いいなと思ってるんですけど、これまあマウントも一脚として使える機能もすごい優れていて、かつロックするところもこういったワンタッチになっているのでしっかり固定できるんですよ。雪山登山ではあのくるくる回すタイプより絶対こっちのワンタッチで締めるタイプじゃないとダメです。なぜかというと、そのくるくる回すタイプだと凍ってしまってしっかり固定ができなくなってしまうことがあるんですよね。こちらのモンベルのトレッキングフォトポールはまさにこういう回すタイプなので、もうくるくる回して固定するんですよ。これがまあ手袋してるとやりづらいですし、実際に何回か経験あるんですけど、まあ、ロックがうまくできなくなったり、縮ませることができなくなったりっていうトラブルは結構経験しています。なので本当はこのモンベルの商品は雪山には向いていない、こちらのキャンウェイの商品はロックシステムはワンタッチなのでしっかり固定できます。で次素材についてなんですけど、素材はこちらの商品はカーボンです。こちらの商品はカーボンでできていて非常に軽いですね。でモンベルの商品は、ジェラルミンという素材でできているらしくて、まあ、そんな軽くはないです。で一番重いこちらのレキのフォトシステムはアルミの素材です。まあ、結局アルミが一番丈夫ですね。この商品3つともスノーバスケット今ついてるんですけど、スノーバスケットが元からついているのはこちらのカーボンのキャンウェイの商品のみです。これは、まあ、全部付属品はついてて一番安いですね。でこちらのモンベルのトレッキングフォトポールはスノーバスケットは別売りです。
まあ基本夏用なので、夏用のちっちゃいバスケットですねはついてます。でこちらのレキの商品はこれはこの石突きのプロテクターのみで、まあ、ちっちゃいバスケットもついてなかったです。スノーバスケットはこれ今モンベルのスノーバスケットつけてるんですけど、なんかいまいち合わない感じがするんですけど、なんとか固定することができます。でこちらのキャンウェイの商品なんですけど、これがちょっと大きさが違うんですね。スノーバスケットのこの部分、モンベルのスノーバスケットっていうのは取り付けることができなかったんですよ。だから万が一このキャンウェイの商品のスノーバスケットをなくしたら、スノーバスケットを買うのはちょっと困るかもしれないですね。はい、いかがだったでしょうか。もし役に立ったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。